戻ってきたよ。スライムの奥義を手に入れた。さあ装備をドラクエ3にしよう。やっぱ3勇者の方がいいよな。スライムの奥義を手に入れたけど、あれだよな、マーニャだよな、どう考えても。さーて行きますか。光の塔。人里離れた森の中、ひっそりと佇むとても高い塔です。さあ行きましょう。高っ、雲の上まで塔立ってんじゃねえか。早っ。ってことはまずはイベントか。光の塔、必ず掴んでみせる。目を助けろ、その息を。あ、魔物はいない。ルーラーで降ってきたかな。あ、いけねえし。いるじゃねえかよ。この地にまで魔物が。ヘルムードめ、嗅ぎつけておったか。見るでガス。魔物の奴ら、あの光の中に向かっているでガス。光の中に向かっているでガス。興味深いわね。ワープするのかな、中に。もしかしてどこかに繋がっている。旅の扉か。ものは試しよ。私たちも飛び込んでみましょう。オッケー。罰か。別に守らなきゃいけないもんがあるわけじゃないんだから気にせずに。うーん、アイテム出てる。メタルライダーだ。お前はメタルスラムに乗っているわけではない。行って飛び上がる。メタルライダーは高く飛び上がって、鉄鉱石。まあちょっと入ってみますか。入ってバツ。ん？押せ。あ、全然違うところに飛んできた。じゃあ全部倒してからにするか。お、アイテム。メタルライダーのモンスターコイン。ディフェンスタイプ。なんだこれ、えらいマップが狭いなって思ったけど、そんなことはねえのか。これは魔導士、魔術師、祈祷師、ディフェンスタイオラ。なんか最近持ち場につく前になんか特技使うやつ多いな。です。お部屋に入りたいのかしら。やつら好きにはさせないぞ。やつら好きにはさせない。守るんだ。私きっとお役に立ちますわ。ここで守っちゃダメなんだよ。もっと奥で、この辺で飛び上がんじゃねえよ。間違えた、上と下を間違えてる。痛い痛い痛い。よしよし、ちょっと離れた位置で出しとかないと足止めに役立たないんだよな。痛いっす。ルーラーじゃねえよ。ルーラーなんか使ったら頭打つだけじゃねえか。バトルレックス強えよな。やってんねんけど、やっぱヤンガスの兜割れだよ。ヤンガスだよ、ヤンガス強すぎ。てかなんか裏から来てんじゃねえか。扉を殴るんじゃねえ。こっちも読んどくか。この辺に、ね、もう一匹いんじゃん。もう一匹読んどこう。この辺に置いとくか。
これで大丈夫だろう。おい、でいいかな。ティーン、ハブトワリーからの装填マグ強すぎからの大魔神ゲリー外した。おたけびはやめて、ヤンガスにおたけび向こうが欲しいな。よし、結構きついな、裏から回ってきてるな。この正面攻めのやつ消しちまうか。正面からのやつはいらない。バグダインは魔物愛好家メガンテ、これやばくね。守れ守れ、どんどん来てるな。3匹ぐらいあそこに置いときたい。ちょっとこれ消費しよう。もう一匹呼びてんだよ。よし一気に行こう今のうちに。ダメだよ、来ちゃダメだよ。でハッスルダンスさしといて、よし行こう。点滅するのやめてくんねえ。ああバトレックス出てたな、いい、諦めよう。今から帰るのもめんどくさい。守れよ、頼むぜ。お、いたいた、扉の番人よっ、楽勝。メタスラいたって思ったけど、メタルライダーのやつだよな多分。メタスラ期待しちゃうじゃねえか。仕掛けだー、ドラクエ5で見たな。岩を一、どうだ、敵にも効くのか。倒して先に進まねば。アンガス大防御はいいよ。結構長いな、ちょっと長すぎねえ。あ、自分でやめなきゃダメなんだ。守備力落とせ、守備力。装填魔山耐震が欲しい。これで終わりだろう。フィニッシュ、終わんねえ。なんだ、何か落としてない。扉が開いた。おー、扉が開いたでガスよ。行ってみやしょ。奥の扉も行くか。燃えろー。ここの扉の主は誰だ、やっぱお前か。後ろから、いて、やばいな、全員死んでんじゃねえか。そろそろ上段への扉がすっごい攻められてる。
そろそろ一回帰っておこう。ほ、行く前に帰ろう。待て待てー、飛び降りたらすぐだ。帰るのは割とすぐだ。おいって。よし。出た出て寝てんじゃねえよ。蒼天魔山。超強い蒼天魔山。頼りになる。くー、頼りになる。メガンテだ。敵に当たんなかった。よくわからなかったな。失敗したな。それいけでガス。よし、じゃああとは任したぞ。バジングリガラのソフトンマザン。この一匹がボコボコにされている。正気を失ったモンスターたちに、正気になったモンスターがタコ殴りにされている。可愛がりを受けていた。戦えよ。あっちは任したぞ。弱弱弱弱いまいちだな。急げ急げ、飛べるのすぐじゃねえかこれ。でこれで一番初めの万人背中ガラ空きだぜ。こっち来てはよかったな。あ、そういうことか。ここから来たやつが飛び降りてあっちから来てたんだ。おいしいミルク、僕のおいしいミルクをお飲み。もう終わりじゃねこれ。こっち来てて問題なかったな。いるいる。バイキルト美味しいっす。だいたいほぼ全部終わった感なんだけど。寝てる。終わってるな。戻る必要なかったな。奥の倒してから戻ってくれよかった。バキュメイク。一体何があろうって言うんだ。イベントかな。お、終わった。勝つためには頭を使わないとな。頭を使え。続きだ続き。高い綺麗な眺め、いい人がクラクラしてきました。姫様、まだ塔の中腹じゃ。よし、一度帰ろう。帰らなくていいよ、そのまま行けよ。こまめに帰りすぎなんだよお前ら。やっぱこのパーティーが安定しちゃうな。小さなメダル71個、いきなりメタルキングの盾もらうか。迷うな本当。スキル振り分け、ヤンガス3、4ニュー、器用さがかなり増える。会心の一撃時攻撃力アップ。蒼天魔山連発用にちょっと MP を増やしとくか。賢さはいらない気がするんだけどな。魔法ないし、その辺の細かいとこよくわかんねえな。
ぬう、ヘルムードめ。デルク様、ずっと気にかかってることがあるんですよ。言ってみろ。わかりました。俺たち光の者が闇竜を封印したせいで、あるべき姿を失っている。だから元に戻すだと正しいのでしょうか。光の女神だけじゃ。はい。はい。メアを助けたいんです。わしがついておるわ。頼りになる王様だぜ。塔のてっぺんへ向かって。ロード早っ。これぐらい早かったらな、毎回。うんざりしたほど高いとね。螺旋階段でもあればいいんだがな。塔のてっぺんを向かって。扉が開いた。なんか守らなきゃいけないとこあるぞ。なんかハグメタがいそうなマップだな。床が動きました。中ボスクラス。この感じ、嫌な予感が。ほう。あれ？部屋全体がエレベーターになってるのか。興味を引かれるわ。一体どうですか？これが守らなきゃいけないところだな。中央の装置から魔力を感じるわね。あれがこの部屋。魔力ってすげえな。魔法の力ってすげえ。お、第6層。止まったみたいですわ。6階建てのビルかな。てか全部のとこから敵来るんだったらかなり辛いぞ。ほら来た。ミルデガス、扉から守ろうな。ガッテンデギス。ここじゃねえし。どこだ。あっちか。チュー、バカが、蒼天魔山じゃ。もういっちょう。ちょっと残ってた。ハブと割りからの蒼天魔山だよ。ハブと割りで守備力下がってるからボッコボコだぜ、お前らなんか。ほら、なんかこのバトルレックスヒットポイントがない。このザコ。お、ちょうどいいなんじゃ。これちょっと守りに使わせてもらおう。とタホドラキー、タホドラさんプラスアイテムといくつかあるな。7か所。次はどこから来るんだい。2か所だと。じゃあここに任したぞ。逆側をボコボコにしていく。ちょっとバイキルトだけ使っとかないか。俺参上。一気に来た。ヤンガスの兜割りからの、なんか俺飛んでる。キャラ変わったら飛んでた。薬草ばっかりだ。お、またバトルレックスが。じゃメタルライダーさんやられてるじゃないですか。いいね、ジャンプできるって。高く飛び上がる。おい、女神像まで降ってくんじゃねえよ。ちょっと移動距離が卑怯だぞ。結構頑張ってるなバトルレスケスさんよ。またいる。もう一匹、もう一匹いろ。じゃあ、あ、笑い袋だ。久しぶり。そちらへは行けない。出てくるの待つか。
何寝てんだお前ら。MP が足りないだと。そちらはうるわしのキノコ。そうそう、逆側行っておきたいな。ここいろ。バーガーがずれてるずれてる。チース、ちょっとテンション余ってるんで、俺ちょっとテンション使っときます。なんていうかね、ちょっとフライデン、ちょっと見つかっちゃうか。ギガブレイク演出長いから、あんまりハイテンションなりたくねえんだよな。めちゃくちゃ強いけど、魔人斬りで、やべ、全部開きやがった。大したことないんだけど、来るまでダメージ届かないのがダリーな。フィリーさん余裕ですね。さすが最強の剣士。こいつら段差無視してこないから楽勝だよ。ちょっとこれだけぶっとか倒しとこう。早く入ってこいよ。任した、行こう、帰ろう。なんかでっかいの来てる。キラーパンサーいるか、もしかして。ヘルクラッシャー、カブトガリからの蒼天魔山連発。口笛だ、口笛。なんか口笛で自分に敵の攻撃を向けろ。こっちだこっち、よしよし、いいね口笛、いいね。口笛度安定だわ。蒼天魔山、お前はバイキルとしてりゃいいんだよ。よし、このまんま斧無双だよっ。おりゃー、強えぜヤンガス、超強えぜ。わかったよっ。メガザルかい。ヘルクラッシャーさん、くらえ、いけ。千、なかなかの。ヘルクラッシャーさん同士で戦え。高く飛び上がるのをやめてください。こら、口笛だ。こっち来い、こっち。あれ聞いてないのか。口笛、口笛。倒す方が早い。余計なことを考えるな、倒せ。終わりだろう、さすがに持ったかな。結構守備力が高っ。寝てんじゃねー。
タホトラキーだ。カーン。あ、寝た。ウェールストロム。ミラクル。うん、凍った。ジャガルコ。やっとくか。演出長。ニガブレイク。いったな。ふう、こいつは俺のお友達の方だな。あと一匹。やってしまいなさい。ダイニリガブトワリー。バイキルト使えるほどね。またもう全員でタコ殴り。よし、さすがにこれで終わりだろう。全部から来たし。ガマの油。あれ、ガマっぽい敵いたっけ。結構やらされちまったな。やっと着いたでガス。さ、早速外に出てみるでですよ。お、追加された。扉が開いて。扉は開くもので。まあ綺麗な景色。フローラの勝利ポーズにしてみようかな。私、お役に立てたでしょうか。うん、それなりに。目もくらむような大画祭じゃ。不思議な力に呼ばれているような光の女神が俺を呼んでいるのか。だが一度は帰る。レベル上がんねえな。お、魔王のネックレスだぞ。ちょっとフローラが MP 足んねえんだよな。なんかいいのねえかな。もう MP6 になるもんな。ゴーグヤソンに6はもったいない。となるとあんまりいいのが。会心を増やして MP 回復。マジカルポール強化してみるか。今回は話せる人が間近にいないな。このまま行っちゃおう。